えー、皆様、こんばんは。2022年4月22日、ボギー大佐の言いたい放題。えー、4月22日号さあ、今夜もいろいろお話をさせていただきたいと思います。えー、私、えー、主催の、えー、ボギーテトコンでございます。今夜もよろしくお願い申し上げます。さて、えー、今夜も早速、ハツさんの方から、 音声良好ですというね、あの、レポートと共にニラでございます。前田さんは今日も数劇ということで、本当にお忙しい中、聞いていただいてありがとうございます。ボギー中佐からはニラの束でございます。ニラ束。実は私今日ニラ買いました。ニラ。なんでニラを買ったかと言いますと、あの、タームですね。タイモ。タイモがたまたま売られてるのを見つけて、あの、そのタイモをですね、ちょっと 皮を剥いて、あの、ニラと一緒に炒めたらとっても美味しいんですよ。だからついついニラ買っちゃいましたよ。はい、それからラプテンさん、コウスケさん、こんばんはんこでございます。森の都さんもお見えですね。はい、コウスケさんからは、島楽教掃除、前田さん、江戸前あさり小僧さんからは、ニラでございます。ニラですよ。 中佐からまたお茶の追加もいただいております。えー、それからラフテンさんからポチャッコさんいただいております。さて、中佐は今夜猫を洗おうとということで、明日雨降るんじゃないんですかね、沖縄は。そんな予感がいたしております。まあ、今日はですね、まずこの話題から行ってみたいと思います。はい。マスクでございます。マスク。さあ、マスク。皆さん、マスクといえば、 何を思い浮かべますかね私はついついマスクと聞くと、やっぱりこの方をね、思い浮かべてしまうんですよ。はい。非常に綺麗なお姉さんなんですけど、まあ最近ね、いろいろ、はい、物議を醸し出す行動をとっておりまして、非常に評判は芳しくないんですが、いや、本当はね、綺麗なお姉さんなのに、 ちょいともったいない気がするようなそんな気がいたしております。モンドさんどうもニラありがとうございます。そしてマスク。マスクといえばやっぱり忘れてならないのはこれでございます。とん。<laughs> ラブテンさんからポチャッコ さんをいただいておりますけど、なんとなく、この却下の下という感じの部分が、なんか、膨れてるような気がしないですかね、皆さん。これ。はい。いやー、HK さん前はね、えー、本当にスパイダーマンのようなムキムキだったんですけど、最近ちょっと、ちょっとなんか違うような気がいたして。<laughs> <laughs> ラプテンさんから、HK さん、ちょっとお腹がということで、はい、私もまあ人のこと言えませんということなんですけど、さて、ここにいる我が戦友たちの中でムキムキは本当に何名いらっしゃるのかなと思いますけど、いや、大多数が HK さんと同じような状態かななんてね、私思っております。さて、まあ、ふざけるのはこのぐらいにいたしまして、マスク、実はマスク届いたんですよ。これでございます。 え、以前ね、このあの、厚生労働省が、え、このマスクが必要な方は申し込みをしてくださいっていう風に、あの、募集かけていたんですよね。確か今年の初めぐらいでしたかね。はい、私はあの、当然のことながら、やはりあの、マスクはどうしても必要ですから、もう毎日、あの、出歩くときにはマスク、 かけている状態でございまして、まあ、マスクはいくらあっても足らない。まあ、そんな中で、まあ、国がね、あの、わざわざマスクくれるって言うんだったらいただきましょうっていうことで、あの、お願いをね、あの、ネットの方から入れまして、えー、何枚くださいっていうことで申し入れをしてありました。それが今日届いたんですよね。まあ、届いたマスクがこれでございます。さて、なんや怪しげな マークが見えるんですけど、これでございます。合格賞ということでございましてね。はい。助手、助手、なんとか、なんとか、有限講師ということでございまして、えー、生産が2020年6月、ね。そして、有効期限が3年ということなんですよ。さて、このマスク。はい。 一緒に文書も入っておりました。こういう感じでですね。はい。配布希望の申し出をいただいたので、布製マスクをお送りいたしますと。咳などの症状のある方は積極的にマスクを使用するほか、手洗いや咳、エチケットの徹底をお願いいたします。なお、無償配布した布製マスクについては、転売や商業利用をはじめとする 不適切な利用はできませんと。また、応募多数の場合には、希望数通りは遅れませんよ、っていうことを書いてありまして、はい。まあね、あの、このような形で、はい。お手紙まで入っておりました。塩サバさん、どうもこんばんは、こでございます。まあ、私が以前ね、ある、あの、医療機関にいるときには、防護服もマスクも、それから、あの、 えー、シールドも全て中華製でした。全て。何もかもが全部中国製でしたね。いやー、だから、日本っていう国は本当にこのままでいいのかななんて私思ってしまったんですが、まあ当時、マスクがね、本当に足りない中で、どうにかこうにかマスクをかき集めるために、まあ中華製もね、 あの、手配したんだというふうに私は思っておりますが、まあ、そのぐらい一生懸命国民にマスクをね、配布するために、確保に駆けずり回ったというふうに私はこういう的に考えております。さて、以前でした中華製はね、安かろう、悪かろうだったんですよ。ところが、この届いたマスク、広げてみました。はい、広げてみました。えー、さき店長、どうもこんばんはんこでございます。 ところがこのマスク開いてみてびっくりしたんですよね。なんとこの生地がですよ。生地がシルクのような非常にあの柔らかな肌触りのいい生地でございまして私この生地を触った時にこれってもしかして下着に使ってる生地じゃないのかっていうぐらい。いや本当にすべすべで ね、柔らかくて肌触りもいい。実際に口にね、あの、かけてみました。すると息はしやすいし、あの、鼻とかね、唇が当たっても全然ガサつかないんですよ。そうですね。塩サバさん、本当に、これ、マジにですよ。マジに、女性の下着の素材と同じような、非常にデリケートな素材が使われているんじゃないかと思うぐらい。 非常に品質が高いです。はい。で、また、あの、立体型。はい。えー、ガーゼタイプではなく、立体型をね、まあ、私、お願いをして送ってもらったんですけど、まあ、実際、この、耳にね、かけてみると、口の方にきちんと、やっぱり、あの、隙間の方もできます。ところが、この生地自体が非常に伸縮性があって、 あの、この紐もですね、耳にかける紐も太く作られていて、全くあの、痛くならない。で、この伸縮性があるがゆえ、あの、ね、前の全国民に配布したあのマスクは非常になんか小さいような感じがしたんですけど、これ伸びるんですよ。伸びてしっかりフィットして隙間が開かない。いや、中華製と思って私ちょっとね、 マイスはもんだな、なんて見ていたんですけど、実際に封を開けてね、装着してみると、あの、巷で売られてるね、あのー、マスク。はい。巷で売られてますよね。洗って再利用できるマスクって売られてるんですけど、それと比べてもね、全く、あの、遜色がないどころか、生地は逆にこの方がずっといいのが使われているんじゃないかと思うぐらい。 本当にシルクのような、ね、生地です。柔らかくて伸縮性があって。そしてね、息も非常にしやすい。で、鼻とかあの唇に当たっても全然ガサつかない。いや、これって多分一つ100円ぐらいするのかななんてね、思いますけど、まあ森の都さん、最初のマスクとは携帯がちょっと違うっていうのが。 いただいたのはガーゼマスク、給食マスクでしたということなんですけど、あの、これ、選ぶときに、今までのね、あの、従来のマスクと立体マスク、どちらか選べたんですよ。で私はもう、今までのマスクっていうとね、送られてきたマスクがあんな感じだったんで、まあ、立体マスク、はい、立体マスクっていうのをね、あの、送ってもらいたいっていうことで、それで申し込みをしたら、 こんなにね、質がいいやつが来るとは思いませんでした。で、これね、あの、私のところには、100枚来ています。100枚ね。100枚来ているんですけど、これ、ね、洗って使えるんで、はい。使い捨てじゃありません。これ、洗って何度でも使えます。まあ、縮むかどうかっていうのを洗ってみないとちょっとわかんないんですけど、とにかく生地の質がいいです。 耳も痛くなりません。伸縮性もあって、顔にぴったりフィットしてですね。はい。フィットしています。ですから、空気が漏れるとかそういったのも全然感じないぐらいのマスクでございます。ですから、えー、この立体マスクをオーダーした方のもとには、これと同じやつが届くんじゃないかなと、いうふうに思っておりますが、まあ、このね、えー こんなたくさんのマスク、倉庫に眠ってたっていうのはちょっともったいない話なんですけど、それをこうしてね、希望者にどんどんやっぱ送ってくれたっていうのは非常にありがたいことでございまして、間違いなく感染防止にね、役立つと思いますよ。まあ当然洗って使えるんで、私自分だけじゃなくてね、あの、兄弟とか、あのー、ね、実家の方に持ってって、あの使ってっていうことで、 ね、渡しててこようかなと思っております、まあ、私自身は、まあ、洗って使うんだったらもう10枚、20枚あれば十分なんでね。あとはもう、実家のね、あの、親とか、まあ、私の兄弟に、はい、分けてあげようかなっていうふうに思ってますけど、本当にね、この立体マスク、もうびっくり、本当にびっくり。ね、もう中国っていう、あの、紙を見た瞬間に、 すごい私がっくりしたんですけど、いやいや、開けてみたら本当に質がいい。やっぱり、国がね、手配しただけありますよ。はい。とにかく、とにかく、あの、売ってるものと遜色がないどころか、逆に、ね、この生地なんかは逆に質がいいんじゃないかと思うぐらいいいものが使われております。ということで、私の元に届いた、えー、国が配布をしていたマスク、 まあ、ちまではアベノマスクなんて言われてますけど、あの、郵便で送られてきたやつとは全く違うものが、まあ、送られてきたということでございまして、嬉しいお産でございました。さて、今日はこの話題を言ってみたいと思います。はい、えー、先日もね、これの話題をお話しさせていただきましたけど、まあ、免許なしでね、あの、16歳以上になったら誰でも乗れる っていう規制緩和が今度ね、これに適用されるということでございまして、まあ、そんな中でえナンバーを付けるのか、それとも保険は入れるのか、ね、それともし法令違反した時の罰則はどうなるのか、こういったことが全く見えてこないまんま、見切り発車をするということになってるようでございます。さて、そんな中で、日本維新の会の 安倍司衆議院議員がこのようなツイートをしております。はい。内閣委員会で道交法改正の審議に先立ち、電動キックボードの試乗会が行われました。電動キックボードに乗って失踪するおじさんたち、時速15キロと6キロで試乗しましたが、15キロの方はかなり快適。今後どんどん普及していくのだろうと思います。 今週金曜の質切りも立ちますのでご注目くださいということで。ちゃんやまさんどうもニラありがとうございます。はい。時速15キロと16キロで試乗したということなんですよね。まあ、このツイートをしたところも彼に賛同するコメントは全くなく、やはりこれを野ばしにしてしまう心配の声と、あと、 これでいいのかという批判がね、もうわんさか彼のもとに殺到し大炎上をしております。しかし写真をね、ちょっと皆さん一緒に見ていきたいと思いますけれど。はい。えー、国会議員のお仕事でございます。どうですか皆さん。これ多分ね、国会議員会館の地下の駐車場の通路だと思いますけど、 何の障害物も段差もない。人も歩いていない。広々としたところをね。はい、このような形で。電動キックボードでね、行ったり来たり、行ったり来たり。いやー、これは快適でしょうね。だって、まず、段差がないんですから。段差もないし。ね。それから歩行者も歩いていないし。ね お互いにぶつかるように混雑してるわけでもない。いやー、これってね、スイ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 走ってですよ。実に快適でしたということでございまして。はい。15キロの方はかなり快適。今後どんどん普及していくのだろうなと思いますと書いてますよね。はい。今後どんどんね、普及していくのだろうとね、思いますと書いてますけど、さあ、 これ、本当にこれ、普及して大丈夫なのかっていうのをね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思いますけど、まずね、まず、これですよ。はい。どうですか、皆さん。これ。はい、電動キックボードです。 自転車や車より速いんですけど。これって15キロですかいや、違いますよ、これ。どう見ても、どう見てもね、あの、私の目から見ると30キロ近く出てるんじゃないかと思いますよね。そうですね、ラプテンさん。車と比べるとね、うん、これやっぱり30キロぐらい出てないですかどうです、皆さん。 こんなのがね、今後、ちまたに溢れるんですよ。で、このスピードで歩行者にぶつかったら、どうなると思います皆さん。これ。はい。この状態で歩行者に衝突したら、ね、かすり傷で済むと思いますいや、私これね、かなり、やばいと思いますよ。ね。 あの、こういったのを先ほどの国会議員の先生方、現実っていうのを見ているんですかね。まあ、現在でもこのような感じでね、巷元に溢れ出して、非常に危ない状況が生まれているのにもかかわらず、ね、車も来ない、歩行者もいない、そんな国会議員会館、ね、風もない、段差もない、ね、そういったところで、 はい。電動キックボードをね、乗り回して、15キロはだいぶ快適でした。これからどんどん増えると思いますと。あの、国会議員って、国会議員ってもしかして、物なんですかこれ、能ありえないですよ、これ。ね。本当に私、これもう、異常。 だというふうに思っていますけど、まあ、こんな感じで、15キロの方はかなり快適、今後どんどん普及していくのだろうなと思いますと、今の動画を見て皆さんどう思いましたはい、かなり快適で、これからもどんどん普及していくだろうなって思いますもうね、この国会議員会館の地下駐車場でね、 電動キックボード乗ってる先生方見て私本当に嘆かわしくなりました。今の日本ってね、もっと喫緊の課題っていっぱいあるんですよ。こんなのにうつつ抜かしたりですよ。あとラーメン議連、バカにするんじゃないようですよ。それなんですか今度ガソリンの高騰を抑えるために、ね。あの、元売りに対して、1リットルあたり25円の補助を35円に増やすと。 こんなバカバカしいことするぐらいだったら最初からトリガー条項を撤廃してね、ガソリン価格小売り25円引いた方がいいんじゃないですかとにかく税金を下げることは絶対に嫌だと。ね。下げない代わりに業界に補助金を出すと。いや、もう本当に、私自民党支持なんですけど、情けないですよ。はい。 えー、先ほどのは店長が先ほどの車はやっぱり30キロぐらい出ていますねというふうにおっしゃってますけど、まあそういった中でまたね、今別な問題が出ています。はい。これでございます。これ朝日テレビですね。はい。朝日放送さん。電動ボード飲酒運転続出っていうことで朝日テレビさんが ね。しっかりとこれレポートしているんですよ。はい。えー、電動キックボード。この改正道路交通法によって、ね、時速20キロ以下の運転、そして16歳以上であれば運転免許が不要になるということでございましてね。道を走るのに、道交法をね、勉強しなくていいっていうことなんですよ。つまり、はい。一時停止とか、 一方通行とかそういったことを全く学ばなくていいと。とにかく16歳以上だったら自由に乗ってねっていうことなんですよ。ね。はい。今、ラプテンさんが自転車でも飲酒運転摘発されたら一発で免許取り消しとあるんですけど、免許ない人はどうなるんですかね、ラプテンさん。ね。自転,自自転車の免許なんてないですからね。いや、これって で、もうやったもんが勝ちになるんじゃないかと思っていますけど、まあ今度の改正でね。改正っていうか、改悪だと私は思っています。とにかくね。電動キックボードえ、16歳以上であったら運転免許不要です。っていうことで、国が緩和をしてしまったということでございまして。また一定の条件を満たす。電動キックボード。は <laughs> ヘルメットを着用せず運転ができるということでございましたね。まあ私が高校1年ぐらいの時までは 50cc はノーヘルで OK だったんですよね。で、高校2年生になってヘルメットが義務付けになって、はい、その後はもうずーっとヘルメットを被っていますけど、はい、たまに出かけるときにヘルメット忘れてノーヘルで走ってて慌てたことはありますけどね。 はい。ヘルメットも着用せず運転ができるということで。いや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 、渋谷って人いっぱいいますよ。大丈夫なんですかね。まあ、案の定、デタラメなことが横行しています。はい。もともとこれは、あの、ナンバーついてるんで、車道を走ってくださいということらしいんですけど、それをね、全く無視をして歩道から走る。歩道からスイスイ走る。 はい。そして、信号無視。ね。交通違反バリバリということでございまして、まあ今の自転車もそうなんですけど、ある時は、えー、ね。いわゆる軽車両。ある時は歩行者。もうね、都合のいいように自分勝手にやってるじゃないですか。ね。道を走ってきて。 ね。前の信号が赤になったら、今度歩行者になって横断歩道を走ってったりしますからね。これも同じような感じで、はい。もう堂々と信号を無視ということなんですよ。ね。はい。ありえないです。はい。えー、さき店長、自転車でも飲酒運転は検挙できるということでございますけど、罰金はありますっていうことなんですけどね。はい。これはどうなるんですかね。 例えば、16歳以上だったら、はい、えー、免許なしで OK。もしその16歳の子がね、これ乗って飲酒運転で捕まったら、もしかして歩道だけで済んじゃうんですかね。そもそも、あの、道路交通法を知らない人間に、道路から走れって言ったって停止線がわかるわけでもないし、標識を見るわけでもございません。一方通行の標識すらわかんない。 そんな連中がね、ナンバーつけて、巷元に溢れることになるんですよ。これってかなり、私はやっぱ危険。いや、危険どころか、これ、やばいことじゃないかというふうに思っています。さて、そんな中で、ふら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 と走るキックボードがね、見られるということでございまして、それに果敢にもインタビューをかましています。 飲酒運転ご存知ですかと聞いたら、実際は飲んでますけど、4杯くらいです。飲んでること忘れてました。これ皆さん警察にね、警察に同じこと言った通行しますかねどうですか警察にとっ捕まってパッとカーの後ろ乗せられてですよ。まあ実際飲んでますけど4杯くらいですけどね、飲んでること忘れてました。えへへって言って、通りますか 当然飲んでいたら、ね、スピード感覚もね、鈍ります。ね、スピード感覚鈍りますよ。そしてブレーキをかける、ね、そういったタイミングもね、おかしくなります。で、突然ね、障害物がね、出てくる。例えば車とか、歩行者が出てきたら、避けきれないですよ。もしこれがね、規制ギリギリの20キロで突っ走っていたら、 20キロですよ、皆さん。ね、私たち人間がね、あの、全力疾走しても20キロは出ないんじゃないかと、私思いますけど、ね。でも、実際に私、あの、道路を行するときに15キロとか20キロぐらいで走るときありますけど、それでもやっぱり運動エネルギーっていうのは大きいですよ。ね、ぶつけられた方は吹っ飛びますよ。そして今ね、あの、さき店長が、 車にぶつかったら車が悪くなる。その通りでございます。今の動向法は弱者優先の、ね、原則があります。あの、私がね、実際にあのタクシーの自己処理をしているときに、タクシーは大通りをね、大通りを直進していました。ところがね、えー、横道の坂道から高校生がですね、はい、高校生が友達と ね、おしゃべりをしながら前も見ないで道路に飛び出してタクシーの横っ腹に突っ込んだんですよ。こちらは大通り、優先道路直進中。ね、高校生は横道の坂道から前を見ないでね、友達と話をしながら本線に飛び出したんですよ。そしてタクシーの横っ腹にぶつかりました。さて、 自己処理の結果、どうなったかと言いますと、なんと、タクシーが加害者になったんですよ。タクシーが加害者になってね。で、この高校生の親は公務員でしたけど、警察がね、もうタクシーが加害者っていう風に言っちゃってるもんですから、もうね、散々に文句言われましたよ。散々に文句言われました。 カーターンさん、シマラッキュスムージーありがとうございます。お前たちどうしてくれるんだうちの息子大怪我してたらどう責任を取ったんだもう自転車は使えないぞお前たちの責任で同じもん買ってよこせつって散々に突っ込まれて。で、私言いましたよ。私言いましたよ。いや、これね、お父さん、警察が何て言ってかわかんないんですけど、こちら直進ですよ、と。 お宅の息子さんはね、上から、ね、前も見ないで道路に飛び出してきてうちの車に突っ込んだんですよと。それに警察の聴取にも、友人と話をして前を見ていなかったって言ってますよと。そしたらね、何を言ってるんだ警察はお前たちが加害者と言ってるんだから、お前たちが悪いね。弱者優先の原則はこうなっちゃうんですよ。 結局、どうなったかというと、100対0。はい。100対0ですよ。三月さん書いてます。100対0で、突っ込まれた私たちが悪いっていうことになって、新品の自転車、ね、6万円近くの保険でね、保険で買わされる羽目になりましたよ。 ありえないでしょ皆さん。だから今回こういったのが出て、ね。車に突っ込んだりしたらどうなるんですかこれ。車が悪いになるんですかそうでしょうね。例えば車のそばをすり抜けるときに、ね。あのー、車が少し寄ってきたからそれによろけて。まあ、当然タイヤの径が小さいですから、ね。あの、ジャイロ効果は小さいですよ。簡単によろけますよ。それで転んだら車が悪い。 あの車が幅寄せしてきたから車が悪いって言って。そうなるんですよ。まあいいですよ。まだ車との事故はね。私がもっと心配してるのは歩行者との事故ですよ。歩行者とね、事故ったらこんなのが20キロでね。まずこの電動キックボードの重さ自体が、え確か30キロぐらいありますよ。電池入れてね。30キロ。そして、 乗ってる方の体重が、はい、60キロだとして90キロ、100キロぐらいの重さが時速20キロで突っ込んでくるんですよ。それがぶち当たったら、それも電動キックボード、ね、アルミでできてるから硬いですよ。こんなのがぶち当たったらですよ。骨折どころか、肉まで切れるんじゃないですかはい。そんな時に、 もし命なんか落としたらどうなんですか保険も入ってない。ね誰のもんかっていう登録もされてなかったら。どうなんですかこれ。保険も入ってない。それ未成年だったと。16歳だったと。歩道を走るなって知りませんでしたって言って。絶対こういうのが出てきますよ。本当に誰がこんなバカなことをね、規制緩和したんだっていうふ私、 思いますよ。ね。乗ってた連中はね、こんなこと言ってるんですよ。飲酒運転って感覚なかった、あははですよ。飲酒運転っていう感覚はなかったと。ね。政府がいい加減なことするからこうなるんですよ。ね。そしてこういう言い訳をしてます。 自転車と変わらないじゃないですか。ぶっちゃけ終電後の足としてあるけど、と。酔っ払いのためにこれがあるわけじゃないですよね。いや、もうさとしさんその通りですよ。もうこれ、電動キックボード、あの、ナンバーつけるときに、ね、もう確実に自賠責保険、最低でも入れないとね、大変なことになりますよ。 最低でも自賠責保険。それと私は思うには、やっぱりね、その同行法、原付免許取るためには最低限の同行法を勉強するじゃないですか。っていうことは、最低限の同行法の勉強もしないまま、この車をね、運転することができるんですよ。法律も知らないのが、親に買い与えてもらってですよ。まるでスマホとかタブレットみたいに。ね、みんなで見せびらかしたり、 ね、あの、ネットで改造方法を見て、スピード出るように改造したり、レースしたり、絶対やりますよ。そして、いつしかね、私、死人が出ると思います。自転車だってぶつけられてね、亡くなってる人いますよ。これ、さらに私出ると思いますよ。で、これね、実際にどうなってるかというと、はい、シンガポール。シンガポールでは電動キックボード、 事故が増えたために国が規制を強化し、事実上の禁止。なんでね、なんでですよ、皆さん。2019年ですよ。一昨年で、電動キックボードは事故が多すぎてね、シンガポールでは、事実上のね、禁止扱いになってるのに。なんで日本は今から規制緩和してね、それも免許も持たない人間が持っていいっていう、こんなね、バカなこと。 誰が一体考えたんですかこれは。誰が一体これを許可したんですかね。国民の命を何だと思ってるんですかあんなね、平らな駐車場に乗らないでね、凸凹した行動から人がいっぱいいるところから乗ったらいいんですよ。でね、バスとかタクシーとか自家用車が閉めてる道路から乗ってみたらいいんですよ。それでね、 15キロ以上、15キロ出るのは快適だなーって言えますかそれってね、前の宮古島市長選挙に出たあの方みたいにね、市長になるって大変だなーっていうのと何にも変わらない。本当にね、もう6でもない。激おこぷんぷね、これ以上15増やしてどうするんだっていうふうに思います。そうです。塩ささん間違いなく、これは利権だというふうに思っています。 はい。ということでね、今日はちょっと危ないお話をさせていただきましたが、ぜひ皆さん、あの、知り合いのね、えー、国会議員などにも、こういう危険性ありますよっていうことできちんとやっぱり伝えていただきたいというふうにね、思います。さっき店長おっしゃるように、本当に誰かが死なないと、この国は変わらない。そういうふうに私は思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、ちょっと長くなりましたけど、 申し訳ございません。ぜひ皆さんにも一緒に考えてもらいたく、えー、この話題をね、取り上げさせていただきました。ということで、明日また同じ時間にね、お話しさせていただきたいと思います。さて、皆さんのところにもマスクこれから届くと思いますが、ぜひ活用されてください。では、明日また同じ時間にお会いしましょう。ごきげんよう。